どうも、大阪のパソコン出張サポートやってる YouTuber 北村よしおみです。今 JR 七尾駅にいるんですけど、これからですね、今ここ能登半島の西側、東側で氷見駅まで行きたいと思うんですけど、わざわざ金沢帰って、そして北陸新幹線乗るなり IR 石川鉄道乗るなりすると結構手間がかかります。そこで見つけたのが北鉄バスです。このバスでですね、富山県の氷見駅、ここは石川県の七尾駅なんですけれども石川県の七尾駅から富山県の氷見駅まで目指したいと思います。七尾から七尾線を通り津幡へ、そして IR 石川鉄道、愛の風富山鉄道ので高岡、そこから氷見線で氷見を目指すルートだと3時間近くかかった上に、また氷見から高岡へ折り返さなければいけません。富山湾を通る路線バスで氷見を目指すと1時間45分、しかも別に氷見線を折り返さなくてもいいのです。ただ和氣という石川県と富山県の県境で北鉄のとバスから下越のバスに乗り換えなければなりません。今回乗った北鉄のとバスの和氣行きの路線は、このような能登半島の富山湾に沿った漁師町を行く路線です。6月10日現在なんですが、この下越のバスに限らず、運転手さんの後ろ、右と左はソーシャルディスタンスということで座ることができません。当初の計画ではワクライナーという和倉温泉から七尾、氷見、新高岡、高岡駅と通っていく能越自動車道を通る下越のバスの観光色の強いバスを乗る予定だったんですけれども、新型コロナウイルスの関係でその時は運休中、運休として積んだかなと思いましたけれども、このように路線バスが見つかってよかったです。七尾駅から能登半島の東側、和氣バス停にやってまいりました。ここが北鉄能登バスの終点です。一方でこちらが北越のバス乗り場、和氣バス停です。全然違うバス会社なんですね。あちらが今乗ってきたやつが石川県のバス会社、こちらは富山県のバス会社で、ここが県境みたいなとこなのかなと思います。じゃあ、ここの和氣バス停から氷見駅を目指したいと思います。和氣から氷見高岡方面にはおそらくあのバスではないだろうかなと思います。和氣バス停のそばの海がすごく穏やかです。そして遠くに見えてるのは、あれ立山連峰でしょうか。今まで走ってきました国道160号線に沿って走る路線バス、富山県側のバスが入ってまいりました。これで氷見まで向かいたいと思います。このバス自体は高岡駅まで向かいます。この路線バスは富山湾に沿った温泉街、岩井戸温泉や氷見青の浦温泉を通っていきます。そして氷見市内に入りますとですね、藤子不二雄 A 先生のミュージアムがあったりしますので、一度ね、氷見もゆっくりと行ってみたいと思います。氷見といえば寒ブリ、行ったのは6月なので、やはり
寒ブリの季節に行ってみたいなと、また訪れてみたいです。いろんな地方で路線バスに乗ると、私いつも望んでいることがあります。なるべく交通系の IC カード導入してほしいなと思います。なぜなら運賃の計算とかってなかなか分かりづらいんですね。それだったらね、 IC カードにちょっと多めにチャージを乗せといて、乗るとき降りるとき、それで IC カード精算してくれるバスが増えてくれるといいなと思います。この下越のバスも、その一個前の北鉄のとバスも現金払いでした。停車中に現金を両替して、お釣りがないように支払うタイプのバスでございました。下越のバスで氷見駅口バス停までやってまいりました。ここからですね、氷見駅を目指したいと思います。下越のバスの氷見駅口バス停から氷見駅まで少し歩くようでございます。氷見駅の駅前広場にやってまいりました。 JR 氷見駅に到着いたしました。七尾駅から、七尾線で金沢津幡を通らずに、こちらへ氷見駅へ行くバスのルートを挑戦してみました。めちゃくちゃ便利ですよっていうわけではないので、乗り潰しとかやる人はこっちにはまあええかなっていうルートだと思います。ではここからまた私は氷見線の旅に入ります。まあ、この動画は一旦ここまでとさせていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、そして何かコメントありましたら入れていただけると嬉しいです。ありがとうございました。